はい、ヒロです。さあ、恒例になってきました、バチェラー3、今回は、エピソードの3ですね、3話です、こちらの話をしていきましょう。それではレッツゴー。さあ、今回のことで、またいろいろ分析して、今後の男性を落とすことに役立てていきましょうということで、ではまずオープニングのね、古澤さんのねテンションがちょっとやっぱちょっとなんか違うなっていうのはちょっと思ったんですけども、何でしょうね、なんか若干声のちょっとガラガラさとなんかテンションが倖田來未をちょっと彷彿させるような感じがあると思うんですけども、なんかそれが悪いとかっていうものじゃなくて、徳永さんとのテンションとかがちょっと違いすぎるなって思うから、多分合わないだろうなとは思ってます。まあそれは多分徳永さんも思ってるかなと思いますけどね。はい、次、田尻さんね、田尻夏樹さんね、この子はなんか岩尾めぐみさんもちょっと警戒してたっていうだけに、最初なんかマッチスタイルでどう攻めていくのがちょっと見えなかったんけど、なんかインタビューぐらいしか判断できなくて、インタビューの時は俺はね、ちょっと個人的なところになりますけど、あんまりいい印象はなかったんですね。なんかマッチスタイルでいきますみたいな感じがちょっとなんか気に触ったとかじゃ全然ないんだけど、なんか引っかかるなっていうのがちょっとありました。これはちょっと後でわかります。でいざなんか2人になると本気出してきたなってちょっと感じやし、なんか足を挟んでくるとか、なんか策略としてはちょっと怖いかなとはちょっと思いましたね。うん、で次になんかオイルを塗るシーンがあったと思うんだけど、鏡さんね、鏡さんのエロさは間違いなかったね。前からちょっとエロいとは言ってましたけど、でしかもなんか乳首舐めたろかとか言ってたもんね。これあれカットになっただけでほんまに舐めてたんかな。なんかインタビューとかの時になんか絶対感じてくれてるはずって言ってたから、あれは多分ほんまに舐めてカットしたんかな。でなんかそれをやる香川さんもすごいとは思うけど、なんかそのバチラーっていうのは番組っていうか、その一人の男を落とすというところに対してその戦法はちょっとちゃうかなっていうのはちょっと思ってますね。うん、はい。でも次、野原さんですね、俺の一押しので、なんだろう、友永さんが言ってたけどカッコつけてるっていう表現をしてたと思うんだけど、もう言い方をちょっと変えると、なんか弱さを隠してるっていう意味でもあるんですよね、あれってね。で確かにそれはちょっと俺も思ってて、ただでもそこを掘り返すのって結構勇気いるから、その人の強い女性と弱い部分をちょっと隠してるってところがあるから、そこをどうオープンにさせるかとか、どう聞くかっていうのって結構難しいから、どっちかというとその本人からちょっと言い出してくれるところじゃないとこっちもちょっと聞きづらいというところはあるんですよね。でこれは多分、本人から言ってくれましたよね。なんかグアムでなんか事件があってっていう。で、まあ、その話を聞いて彼女の強さはなんか本物なんやなっていうのはちょっと、なんだろう、彼女の強さは本物なんやなって思ったね。うん、でこの子ね、なんかミスユニバースの2016年の、ファイナリストかなになってた子で、なんか確か見たことあるなと思ってて、あ、ミスユニバースの子なんやと思って、ちょっとそこがちょっと一致しましたね。うん、あ、その時に結構ミスユニバース、2016、17、18年ぐらいは結構割と行ってたりとかして写真も撮ってたりとかしてたから、割とその辺の交流があるんですよ、その辺の年代のユニバースの交流はね。ただそのグアムで事件が起きた事件にあってしまったっていう
のと、で今回そのグアムでそのバチェラーをやるということで、またその怖い目をした時のグアムにまた来れるっていうのは多分彼女のまた強さでもあるんだなとは思いましたね。ちょっとこの話を聞いてさらに俺野原さんの評価がちょっと上がりましたけどね。もう俺の評価が上がったところでなんやねんっていう話ですけど、俺の第一印象からの好みやから、俺の女のセンスってよくない？いやそういう話かよって感じやけど、ゴルフで行きましたね。ゴルフの時に、3人選ばれましたね。高田さん、岩間さん、水田さんですね。でゴルフの時に高田さんがどうしてしたってちょっと感じやってんけど、なんか前回の印象で俺の印象はちょっと上がってるのはあんねんけど、まあ、ちょっとエロさも含めてやけど、男性の趣味に付き合えるかどうかっていうところって結構重要やと思うねんけど、なんだ俺は別に付き合わなくてはいいとは思ってんねんけど、このバチェラーにおいてそれは多分マイナスポイントになるやろうなとはちょっと思ったよね。なんか温度差を感じるっていうのはなんかバチラーも言うてたぐらいやからね、で結構前半で高田さんのシーンがなくなってもうてるから、やっぱそこはね、やっぱハイスペック男性っていうところを忘れちゃいけないよね。おおむね男性はちょっと合わせてほしいっていうところはあると思う。僕はちょっと特殊かもしれんけど、合わせなくても別にいいとは思ってんねんけど、岩間さんがね、ゴルフを結構本気でちょっと楽しめたかとかちょっと分からんけど、あれはまたポイントが高まるとこやね。同じ趣味を一緒に楽しめるというところ、やっぱこう岩間さんはね、やっぱね、なかなかプロ彼女なんじゃないかなとはちょっと思うけどね。はい。水田さんがセスナに2人で乗りましたけど、刹那に乗った時の友永さんの足にこうなんかそっとなんか置く感じがちょっと水商売な感じがちょっと出てましたよね。俺があれをされたら「お夜働いてましたか？」ってちょっと思ったりはするねんけど、別にそれがマイナスには全然なれへんねんけどね。でもその夜のそのホステスの感じはもうあの時にはもう出てなかったから、多分素で。その笑顔だったり友達だったり多分できてたんだろうなっていうのはちょっと表情を見てて分かりますよね。で最後にカクテパーティーね、この時に夏希さんの「なんか私も話したいです」って言って、なんかもう体を密着させてこうなんかねえ、なんか攻めに転じたのか、なんか「松女を卒業します」ってなんかインタビューで言ってたけど。なんかね、最初に松女でやりますって言ってたのはなんかちょっとプライドの高さのようなちょっと気もちょっとしてて、だからそれでなんか来るのを待ってて、ね、やっと来たからこそなんか攻めに転じてるじゃないかなっていうのもちょっと思ったりはしてます。で、次でね、ツーショットのところでバチェラーが、ジョーデンさんを選んで、ずっとデートしてなかったからちょっとかわいそうやなっていうのもちょっと思ってたんやけど、でなんかその2人で話してた時にジョーデンさんがなんか妹みたいっていうのはなんかほんまにちょっとそれはそのまま俺もなんか思ってたけど、なんかええ子なんやけど、なんかその妹っていうところで終わってほしくないって言ったらなんか応援してるみたいやけど、ね、応援はしてんねんけどね、なんか、ほんまにだから癒しを求めるのであれば選ばれるやけど、最終的にはねちょっとなんか選ばれないかなっていうのはちょっと気にはしてますね。で次のツーショットが、中川さんね。でなんか友永さんが前回のカクテルパーティーでなんか泣いてた理由を聞いた時に金子さんとのやり取りでここちゃんと伏線として多分回収されたんですね。で別になんかここはなんかそのままスルーしていくんかなとちょっと思ってたんやけど、でなんか中川さんは金子さんのなんか名前は出さず、なんかちょっとある子になんかひどいことを言われてなんか涙が出てきたっていうのを言って、でそして金子さんにはなんか悪気はないっていうのを
言ってるのがちょっとかばうっていうところもして、うん、なんかこの子もやっぱりええ子やなっていうのは思いましたよね。ただね、悪気がないわけないと思うねんけどね、うん、これ俺言うて大丈夫ですかね。これあのなんだ、俺もその芸能関係でずっと仕事してるっていうのもあるから、このバチェラーとの出てる女の子らにあの会う確率でゼロではないねんけど、で現にあの夏木さんが俺の知り合いの友達でもあるから、あんまりねあの独自っていうのもちょっとあれなんですけどね。でしかも この次のタイミングでその金子さんとの次中傷ってやから、ちょっとなんかこの俺のコメントのしづらさっていうのもあんねんけど、ただこの時に金子さんのなんか悪そうな一面ってちょっと出てなかったよね。あのフォローで言うわけじゃないけど、なんか表情を見た時にあの悪い女やなっていうとかっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。それがこのシーンではちょっと出てなかったなっていうのはあったよね。女性ってね、ほんまにちょっと男で変わるから、変わるっていうのはありますよ。男性諸君、あのね、なんか鏡のようなもんで、優しくすればなんか優しくなるし、なんか悪い対応してればなんか悪い女になるし、なんか女性ってなんか柔軟な生き物やから、もちろんなんかその幅はあるけど、その子のどこの部分を引き出してあげようっていうのは男にかかってるっていうところもあると思いますよ、そこは、うん。はい、最後に、ローズセレモニーですけれども、ローズを渡す順番にこれ意味あるんかな。ちょっとワンツーを見てないから、その時の気持ちの一番目から渡してるかどうかちょっと知らないんですけども、もしそれの順番で渡してるんやったら、岩間さんがまた一番で、2番目に夏木さんが来てるのはちょっと、もし2番目に、まあ、最初にサプライズで渡してるのを抜いたとして、2番目にあの夏木さんが来てるのはちょっと気になるかなと思います。でやっぱり最後にあのジョーデンさんが選ばれてるのも、うーん、なんかやっぱそうなんかなっていうのはちょっと思いますよね、 もし順番であればね。で選ばれなかった、古澤さん、これやっぱりね選ばれなかったですよね。あのなんかやっぱその結婚相手としてのなんか、キャラとはやっぱりちょっと違うんですよね。別になんか古澤さんが全然悪いとかではないですけど、あのなんか友永さん視点に立った時にやっぱちょっとキャラが違うかなっていうのは思います。で鏡さんはね残してほしかったね。なんかそれは俺がエロ要因としか見てないんですかね、これね、うん。でもあの明るさは本当良かったよね。あのだからこそなんか俺はまだちょっと残してほしかったなっていうのを思うな。だからもしかしたらその乳首なめのカットされてるところで、あのそこでもう終了になったんかもしれない。なんかそこでなんか残してしまうと、なんかその要因を残してしまってるみたいなところを多分友永さん思われるんちゃうかなってみたいなんで、そこまでかなっていうのをしたのかもしれないけどね、うん。はい、そういうことで、第3話の分析と感想でございました。一応割とスピード上げて、次第4話第5話も見ていきたいと思いますので、来週ちょっと台湾にちょっと撮影の旅行撮影の仕事があるので、一応、何本かは撮れるとは思うねんけど、ちょっと向こうの環境とかも撮影の仕事の、具合にもよるので、更新はちょっとどういう風になるかはちょっと言ってみないとわからないので、また更新もでもしていくので、それでは、またコメントとか、いいねとかチャンネル登録とかしてくれたら嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。木梨翔でした。バイバイ。